ド派手なピンクの20トントラック、フロント部分はキラキラのラメ入り。この大型車を豪快に運転するのは、どうもこんにちは、村上由美さん42歳、愛知県東郷町にある運送会社光栄物流の社長です。11年前に会社を立ち上げたのには訳がありました。離婚をきっかけに食べていかないといけなかったので、それをやっぱり食べるために設立しましたね。シングルマザーとして2人の子供を育てながら、たった2台のトラックで始めた運送会社。私も慣れない仕事で、遅く夜暗くなって帰ってくるのが日常茶飯事だったので、もう子供からちょっと暗くなるだけで泣きながら電話も入って、ママ怖いママ怖いって言ってなだめて、もう帰るからねって、もう本当にひどい母親でしたね今思うと。自分を責める村上さん、しかし中学生になった息子は、学校生活で困ってる人とかがいたら助けたいっていう、学校で生徒会になったりとかしてますし、学級委員もやってます、まあ、そういうところは、まあ、お母さんの影響かなっていうのはありますね。今ではトラックも15台に増え、会社も大きくなりました。子どもたちにとって自慢の母親になりたい、その思いも大きくなりました。子どもにね、寂しい思いもさせたりした母親なので、ちゃんとその背中を見せるのに一体何がいいかなっていうのもあって。そこで働き口を見つけるのに苦労している元受刑者を積極的に雇うことに決めたのです。人って一人では生きていけないんですよね。それが、まあ、母子家庭になって、私もそうなんですけど、一人で何もかもやっていくなんてまず不可能なんだなっていうのも分かりましたし、誰かがその助け、協力っていうんですかね、しないと、もし私で何か協力できることがあるならばと思って。この日、名古屋保護観察所から出てきた村上さん。外の空気が美味しい。美味しい。この男性は窃盗の罪で服役していた元受刑者。光栄物流のドライバー17人の半数以上はこうした前科を持つ人たちです。出所したばかりの社員を必ず連れていくのが、いいよ、どんぶりも食べなよ、はい、うん、お昼ご飯です。自分カツ丼と、うん、カツ丼とあと冷やしうどんで、はい、ありがとうございます。まずはやっぱり体作りが大事だからね、はいはい、いよいよ食べな食べな、いただきます。久しぶりに口にする塀の外の味、美味しいですね。ちょっと優しくて刑務所でちょっとあの味気なかったので。出所したばかりで住むところがない元受刑者には寮を用意。ここでは寮長と呼ばれる先輩社員が住み込みで夕食作りなどを担当します。割と寂しがり屋さんで一人ぼっちで抱えていろいろ問題を起こしちゃうっていうのがどうもありそうなので、真ん中にはアットホームというのを経験をしたことない子もいるので、まあそれをしてもらえたらいいなと、まあ、最終的にはもう再犯防止、もうこれが全てですので。寮長の柴田さんが親身になって社員たちを支えます。はい、おかえり。ございます。おかえりおかえり、もうすぐできるよ。ございます。仕事を終えた社員たちが次々と寮に帰ってきました。あ、あれだ、水炊きね、開けますよ、はい、リクエストの鶏肉ね、はい、ありがとうございます。鶏が好き、そう、はい、じゃあいただきます。いただきます。はい。明るい声を響かせる社員たちですが、彼らにも未成年者誘拐や監禁、暴行などの前科があるといいます。
ただ仕事するだけではやっぱりね、折れちゃうんですよ、心が。あと誘惑に負けてしまうんですね。でもこれしてればまずそういうことしませんね。寮は数年したら出て行き自立するのが原則です。地元に帰れるようにそれに向けて頑張ってます。胸張って帰れたらいいよね、はい、過去に罪を犯した人を受け入れるこの活動に周囲は好意的な声ばかりというわけではありません。当然その批判の声っていうのももちろんありますし、ただやっぱりね、誰かがそういった活動をしていかないと結局働き場所がなくなっちゃうので、うん、私は、それに対して批判されてもやっていきたいと思いますし。そんな母の姿を息子は、やってること本当に間違ってないんで胸張って堂々とやってほしいなって。困っている人を放っておけない母の背中をずっと見てきました。タバコを買って。いろんな罪を犯した人もいると思うんですけど、まあ、結局は、まあ、同じ人間なんで、まあ、差別はしたくないっていう部分もありますし、お母さんも差別してないんで、本当に中身を大事にして。そして将来は、お母さんの会社で働いてみたいなっていうのはありますね。自分もこういう風になりたい。